アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港。アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港。アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港は、ブラジルのリオデジャネイロ市にある国際空港である。所在地の名である、リオデジャネイロ国際空港や、旧名で、ガレオン国際空港とも呼ばれる。第二次世界大戦後の航空拡張期に、当時のブラジルの首都のリオデジャネイロ市内中心部にある、サントス・ドゥモン空港が手狭になった上に市内中心部の埋め立て地にあるという立地源から拡張もままならなかったことを受けて政府の主導で新空港の建設が計画された。様々な立地が検討された結果、リオデジャネイロとサンパウロを結ぶ幹線道路に隣接していた上に1923年からブラジル海軍の航空基地として使用されていたガレオン基地に隣接して建設されることが決まり、1940年代後半に旅客ターミナルの建設が開始され、1952年に開港した。その頃、ブラジル最大の都市で南アメリカの経済の中心地でもあるサンパウロ近郊にはダグラス DC-7 やボーイング377などの大型プロペラ機や1950年代後半に就航した、ボーイング707やダグラス DC-8 などの大型ジェット機が発着できる大規模な国際空港がなかったこともあり、開港以降、リオデジャネイロだけでなく、ブラジルを代表するハブ空港として機能した。また、ブラジルのフラッグキャリアのバリグブラジル航空や、パンエア、ブラジル航空、リアル航空などのハブ空港としても機能し、さらに、パンアメリカン航空や日本航空、エールフランスや南アフリカ航空など諸外国から多数のフラッグキャリアが乗り入れた。1959年に首都がブラジリアに移転したものの、ブラジル経済が急成長した1970年代には、ブラジルの経済成長とそれに伴う航空需要の急増を受けて、2つの近代的な旅客ターミナルの新設が計画され、1977年から供用された。新しいターミナルは最新のデザインと各種設備が採用されたほか、ターミナルと直結した駐車場が完備され、また開港以来初めてボーディングブリッジが完備された。なおターミナルが新設された直後の1977年から1982年にかけてエールフランスのアエロスパシアルコンコルドがパリからダカール経由で週に便乗り入れていた。しかし1985年に、それまで市内近郊に大型ジェット機の乗り入れが可能な国際空港を有していなかったサンパウロ市郊外にグアルーリョス国際空港が開港し、ブラジルのハブ空港としての地位をグアルーリョス国際空港に譲ることとなった。同時期にブラジルの経済状況が悪化し外国からの乗り入れ航空会社が減り、さらに経営難に陥ったバリグブラジル航空が大幅に減便したことなどを受けて、1990年代以降には乗り入れ航空会社、便数とともに減少し、年間乗降客数が300万人を切り稼働率が 30% を切るほどになった。また、この頃は空いている駐機スペースが倒産したバスプ航空や、バリグブラジル航空のボーイング737やマクドネルダグラス DC-10 などの余剰航空機の保管場所として使用されてた。しかし2000年代中盤に入り、ゴル航空やアズールブラジル航空などの格安航空会社による運航便数が急増したことで、サントス・ドゥモン空港の過密状況がピークに達し、リオデジャネイロとサンパウロを結ぶシャトル便を除く多くの国内線の発着が移ってきたことや、ブラジル経済の回復やブラジルへの観光客の急増に伴い、国内外からの乗り入れ航空会社や便数が急速に増加した。その結果、2007年には稼働率が 70% 以上に回復した上に、年間乗降客数が500万人の大台に回復し、2009年には700万人の利用客を記録するなど高い稼働率を記録するようになった。その後2010年代に入り、ブラジル経済の回復により、国際線の乗り入れ便数が回復しさらに、稼働数が上昇したことや、2014年にブラジルで FIFA ワールドカップが、2016年にはリオデジャネイロで夏季オリンピックが開催されることを受けて、2012年から段階的に更新及び拡張工事が行われることになった。最初に1990年代に改修工事が行われていたものの、建設から40年近くが経ち老朽化した箇所が出てきた第1、第2ターミナルの改修工事が進められると同時に、BRT、トランスカリオカの乗り入れが開始され、混雑するリオデジャネイロ市内とのアクセスが改善され、2013年には年間乗降客数が1000万人を記録した。2016年には年間乗降客数が1500万人に急増し、2016年から2017年にかけては、26の国際線と国内線の搭乗ゲートを備えた駐機スポットの拡充や、2640台分の駐車場の拡張工事も行われた。もともとはガレオン国際空港と呼ばれていたが、1999年にボサノバの父とも呼ばれるリオデジャネイロ出身の作曲家アントニオ・カルロス・ジョビンにちなんで現在の名称に変更された。旅客ターミナルは大きくは2つに分かれ、それぞれに航空会社カウンターや税関、レストランや免税店などが設けられている。なお出発外と到着外が上下に分かれている。レンタカーや自家用車向けの立体駐車場も完備されている。また貨物ターミナルや航空会社の整備地区が空港敷地内に点在している。現在もブラジル空海軍のガレオン基地が併設されているほか、長い方の滑走路が約4000メートルと南アメリカにおいて有数の長さで退避スペースも多くあることや、周辺が入り江に囲まれていることもあり、かつてはアメリカのスペースシャトルの緊急不時着空港の一つに指定されていた。リオデジャネイロ中心部からは約20キロの距離にあり、市内中心部とは BRT、トランスカリオカで結ばれているほか、市内の主要ホテルやサントス・ドゥモン空港との間はシャトルスで結ばれている。空港近郊や市内とは路線バスも乗り入れている。タクシーでリオデジャネイロ市内まで高速道路 RJ-071 経由で30分程度でアクセスできるほか、サンパウロとの間を結ぶ高速道路プレジデンテ・ドゥ・トラ BR-116 などを擁しすることで郊外にもアクセスできる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。